常年つかさチャンネル、ニュースの虎川ガオウ。はい。ということで、緊急アップロードでございます。えー、今日ですね、出ましたね。ついに、えー、実質的な緊急事態宣言ということでですね。まあ、ああのー、これでもう、出たも同然でいいんじゃないですか。あのー、大阪の松井知事がね、もうこれ出たも同然で、入学式中止しまーすみたいな宣言をされておりますので、ま、あま、あそういう認識でいいんじゃないかなと思います。でね、問題はね、まあ、あの中でま、あいろいろこう、対策ありましたけど、一番大事なのは、あの、例のね、ま、あ私経済評論家ですからね。例の、108兆円。 事業規模108兆円のね、経済対策ということで、まあ、ぶち上げられたわけなんですけれどもえ、その中身はですね、まだ何も発表されておりません。で、皆さんにね、えー、これ先に予告しておきますけど、明日の午後8時から、報道ジョネーション、やりますよ。<laughs> ね。 報道ジョネーションで、え、元経産省の石川和夫さんと一緒にですね、まあ今回の108兆円の中身を読み解くんですが、ね、現時点ではまだ中身がはっきり分かってないので、私は、え、うんともすんとも言いません。うんともすんとも言いませんが、まあ一応読み解くポイントだけ言っておきましょうか。ね、あの、みんな真水は真水はって言うじゃないですか。なんか海水と真水があるみたいな感じがしてるんですけど、この真水ってのは何かっていうとね、この手の経済対策っていうのは、返さなきゃいけないお金と、返さなくていいお金と2種類あるんですよ。 で、その、返さなくていいというお金ね。あげちゃうっていう方のお金が、これが真水です。じゃあ、その、返さなくていいお金って、じゃあ、どっから取ってくるのって話ですよね。国の財源って基本的にはね、二つしかないんですよ。税金で取るか国債を売るかのどっちかしかないのね。で、その国債を売るって言った場合に、誰がに売るかっていう問題があって、まあ、一個は一般の人に売るわけですよ。まあ、金融機関も含めてね、民間のね。でもう一個は、日銀に売るっていうのがあるんですよ。日銀に売る。日銀に売るっていうのはね、これすごいんですよ。 日銀って札すれるんで、買おうと思えば無限に買えるんです。でも、買いすぎると、どっか途中でお金を大量にするとね、ペナルティが発生するわけですよ。そのペナルティって何かというと、唯一のペナルティがあるんですけど、これがインフレってやつなんですよね。で、今日本経済はインフレになんなくて困ってるわけでしょね、物価目標って2%なのに、えー、日銀はですね、まだこれを達成できてないんですね。 あの、コアコア CPI っていうのを見るんですけど、その物価はね大体。だいたい今0.6%です。ってことはこれ3倍になっても1.8%ってまだ目標いかないので、まあ物価はね、まだね、あの、上の方に余地があるわけですよね。上の方上げ余地がね、上げ余地っていうのがあるわけだから、それになるまでお金吸って、ね、その吸ったお金で支えたらみたいな話ね。これも真水なんですよ。吸ったお金も真水です。はい。これがどれぐらい入るかなと。 で、今ね、真水でばらまけばね、まあ、自動的に日銀が買えますので、貨幣量も増えます。で、アメリカがね、今ね、200兆円、あのー、景気対策やったでしょ。で、この中のね、あのー、結構な部分がね、真水なんですよ。あ、220兆円か。ざっくりとね、まあ、その2兆ドルのうち、1.5兆ドルぐらいが、真水だと、いう分析があります。これはあのー、村上直樹さんね、このミスもね、されてますけれども、だいたい1.5兆円真水ってことはですよ、えぇ、ー、165兆円ぐらい 165兆円の真水なわけですよで。アメリカは経済規模も人口規模も、えー、大体日本の3倍ですから、日本で同じようなね、あれ対策をやるとしたら、まあ、最低でも3分の1は必要ですよね。165兆円ってことは、最低55兆円すごいな、ハードル上げたな。55兆、55兆円の真水が入っていたら合格。はい。ここにどこまで近づけるかっていうのを、まあ、明日見てみようかなと、私は思ってます。 い,ますはい、どこまで近づけるかまだわかんないですで、すまだねあの、いくらかわかんないんで、一応ね、リーマンショックの時ちなみにいくらだったか言いますけど、リーマンショックの時はま、えー、真水がですね、15兆円でしたね。はい。15兆円しかなかったので、最低でもこの3倍以上ぐらい真水をですね、どっかから掘ってこないと、これ結構厳しいです。で、逆にこれやったらね、俺、安倍政権すごいと思う。で、俺今日朝のね、自分はね、朝のおはようテラさんで、今回の経済対策しょぼかったら、安倍政権見放すって。 言いましたよね。もう有限実行ですよ。だから明日の中身見ますよ。でも事業規模がね、当初言ってた、まあリーマンショック並みの56兆円から、ほぼ倍増でね、108兆円いったことは素直に評価したいなと思います。よくやったと思いますが、が、果たして真水が何兆円なのってところは、よーく見てますからね。それからね、あとね、もう一個問題があるんですよ。もう一個問題何かというとね、まあいろんな給付だの、 えー、まあ、融資なのいろいろやるんですけど、融資って結局返さなきゃいけないお金じゃないですか。で、これ真水じゃないですよ。まあ、海水の方なんですよ。海水はもういいわ。ね。で、あげる方のお金なんですけど、気前よく配るんだったらいいですよ。みんなに。でもね、なんだかんだと条件つけてますよね。なんかこう、収入が減った人にとかね、売上が下がった企業にとか言うんですけど、いや、そんなこと言ったらさ、これから売上下がる人どうすんのって問題ですよ。 で、そもそも、この件関係なしに売り上げ下がってる会社ありますよタピオカ屋。ねえ、<laughs> タピオカ屋の補助金なわけみたいな話だったら、私はね、ぶち切りようかなとは思ってんですけどね。まあでも、とりあえずだからそう、まずポイント1は、真水が55兆円にどれだけ近づけるか、これ超えられるか、もう超えたら俺手放し喜びます。誰に配ってもいいと思います。で、次。ね、55兆円いかなかったとしたら中身見えますよ。中身。で、その中身は何かというと、ね、 条件をつけずにしっかり配ってるかどうか。ね。ここを見ます。はい。でね、あの、今言ってるね、あのー、まあ、給付金えー、全部ですね、あれ、なんかこう、しょぼいんですよ。あの、全員に一律ね、全世代に一律30万配ると12兆円かかるんだけど、えー、住民税が払えない世帯に配ると3兆円で済むみたいなそういうしょぼいこと言ってないか。で、今日もね、金額ぶち上げた後、中身は明日でしょこれ要注意なんですよ。前回もそうだったんで。 はい。30万円配ります。ただし、住民税非課税世帯ってと、それ5人に1人しかもらえねえじゃん、みたいな話ですよ。で、これやっちゃうんだったら、ちょっと応援できねえなあと思うんですよね。困ったもんですよね。はい。この点についてはですね、私はあの、かなりちょっと厳しく見てます。それからね、あともう一個ね、前から言ってた、えー、中間納税の件。これね、ぜひね、まあ、このチャンネル、国会議員の人見てんのかな あの、官僚の人見てんのかなみんなね、あれなんかその、納税猶予になってるって思ってるんですよ。あの、例のね、中間納税の件。だけどあれ、納税猶予ね、一応なるんですよ。あ、なります。あのね、理由をつけるとなります。でね、えー、その、それでその理由によって、全額延滞税免除なのか、えー、一部延滞税負担なのかっていうのは変わるんですよ。変わるの。そんでね、あの、その会社の中で、 あれに感染しちゃった人が出たとか言うと、これね、全額免除ですよ。そんな会社何社あるんだって話ね。で、あれのせいで業績悪くなりそうですって会社はどうなのかというと、これなんとやっぱね、1.6%の延滞税取られちゃうの。今日聞いたのよ。で、その生々しいやり取りね、私は録音しました。だけど、こういうね、まあ、平場にね、 YouTube みたいな、まあ、平場ですよ、平場。<laughs> いわゆる平場にさ、ドーンってこれ暴露するってどうかなって思ったんで、申し訳ないんですけど、ヤイスイブニングラボのプレミアム会員の方だけに、この、すいません、音声は出させていただきました。まあ、そんな周りに出すもんじゃないんで。でね、一応言っとくと、おちょ言っとくと、俺は税務署の職員励ましたよ。 うん、励ましたで。かわいそうだもんだって、現場でやってる人。ね、彼らに罪ないよ、だって上から言われてさ、そうやって決まってるから言ってるだけでさ、ね、で、文句もいっぱい入れて、ほんとかわいそうですね、つって。で、俺らがね、いや、これもうこんな状態だからさ、やっぱちゃんとやった方がいいじゃん、そんな条件なんかつけないでと。でね、もう言わなくていいよと、と。意見言わなくていいけど、あなたたちの、まあ、そのね、現場で困ってるって声と、俺らの、このね、怒りは、本性にちゃんと伝えるから、ということで、 もう一回ちょっとね、財務省を伝突しなきゃいけねえな、この件でな。お前ら何考えてんだってな。国税庁にもやっぱ行ったもいいかな、ねじ込んだ方もいいかな。一応ね、政治家の先生に言ったんですけど、皆さんですね、いや、それなんか、言うようになってるはずですよ、みたいなちょっとこう甘い認識だったんで、もう一回確かめましたけど、やっぱり1.6%延滞税だそうです。まあ困ったね。まあ私いいっすよ。あの、今月末納付,納付期限なんで、払いますよ。払いますけど、いかがなもんかなと、ねえ、思いますよ、ほんと。 この件に関してはね、うーん、ちょっといかんなというふうに思います。はい。まあまあ、そんな感じでですね、えー、明日の報道ジョネーション、えー、午後、えー、8時から、えー、この、情熱かさチャンネルの方でですね、生放送でやらせていただきます。一応、放送時間1時間か1時間、まあ1時間ぐらいかな。うん、あの、8時から9時、まあ、せいぜい9時半ぐらいまでで予定してますけれども、えー、視聴者がですね、えー、同時視聴者が1万人超えるごとに延長があるということなんで、<laughs> <laughs> ぜひ皆さんこれ、あの報道、ジョネーション、拡散、拡散していただければなというふうに思っております。まあ本当にね、まあこれで緊急事態、まあ条例出てね、まあ緊急事態宣言出てね、まあ抑えきれればいいんですけどね、まあでもね、あの、イタリアとかもだいぶピークアウトしているみたいだし、まあこの戒厳令みたいなやつ、そこそこ効くみたいですから、だからね、えー、皆さんこの108兆円ね、まあその期待はしつつもね、中身を見るまで安心しちゃいけないなと。 思います。まあ、あいろいろその、見るための視点を申し上げましたけれども、明日はね、もう実際にその中身出てくると思うんで、ま、あその中身を見てですね、石川和夫さんと、ま、あ完全解説できればなというふうに思ってます。で、ちなみにあの、私に関する質問はですね、えぇ、ー、ヤイスイブニングラボの方で受け付けてますので、 <laughs> はい。あの、申し訳ないです。あの、ちょっと全員の質問には答えられないんでね。ややすいのに来ていただければ割と Q&A とかやってますので、ぜひあの、この下の方を見ていただいて来ていただければな、というふうに思っております。はい。ということで、まあ、緊急アップロードということで今回お届けしましたけれども、皆様ね、引き続き、えー、常年つかさチャンネル応援していただいて、ぜひね、チャンネル登録を、ね、チャンネル登録をしていただいた上で、えー、SNS なんかで拡散してくれると嬉しいな、と。 いうふうに思ってます。えー、それから、あの、アニメの件ですけど、予告しとくとね、あの、こないだ、マドンマギの映画版の反逆のなんちゃらちゃんと見ましたからね。はい。それも今度解説したいと思います。なんかねちょっと一個気づいてた。 はい。一個気づいてたけど、今は言いません。今度ちょっとまとめてみますので、ぜひご期待ください。もうそろそろちょっと俺のソウルジェムが濁ってきたんで、この辺にしとかないと、大変なこと、皆さんに呪いをかけてしまう可能性があるので、この辺にしておきたいと思います。えー、ということで明日の報道ジョネーション、夜8時からご期待ください。ガー